皆さんこんばんは。今回はトータリーアキュレートバトルシミュレーターをプレイしたいと思います。ではメインメニューからサンドボックスを選びます。マップ選択画面です。前回と同じくファーマー1を選びます。前回はハーフリングとプロテクターの戦闘力の違いについて確かめました。今回はハーフリングとクラバーの戦闘力の違いについて確かめてみたいと思います。ではまずファーマーカテゴリーを開いてハーフリングを青チーム側の中央付近に配置します。そしてトライバルカテゴリーを開いてクラバーを赤チーム側の中央付近に配置します。予想としましてはプロテクターよりはクラバーの方が攻撃力は若干ありますので、1対1であればクラバーの方がだいぶ有利な気がしますね。よほど運が悪くなければクラバーが勝利すると思います。では確かめてみましょう。青チームハーフリング1体 VS 赤チームクラバー1体、バトルスタート。橋の上付近で戦闘が始まります。クラバーのジャンピング頭突きを棍棒で受けて、しかしクラバー掴まれてしまった。ハーフリングの握力攻撃を受けている。これは危険、これは非常に危険な状態です。これはダメージを受けてしまう。謎のダメージが入ります。ジャンピング頭突きで、おそしてまた掴まれてしまった。まさかのクラバー敗北。このドヤ顔、ハーフリングのドヤ顔、ちょっと棍棒の狙いがうまく定まらなかった感じです。クラバーまさかの敗北。信じられません。相性が悪いんですかね、クラバーはハーフリングに対して。プロテクターの方がまだ防御力が強い分、うまくハーフリングの攻撃をかわすことができたのかもしれません。ハーフリングに対してはある程度防御力があった方が有利なのかもしれませんね。意外な発見です。ではこの辺をベストアングル、もうちょっと寄れないかな、寄れないんですよね。これをベストアングルとしてタブキーで戻ります。意外な結果となってしまいました。私の予想に反してクラバー負けてしまいましたね。ということは次はクラバーを増やしていって、クラバー何体まで増やせばハーフリングに勝利することができるかというところを確かめてみたいと思います。では先ほどのクラバーの真横にもう1体クラバーを配置して横一列密集体系とします。では青チームハーフリング1体 VS 赤チームクラバー2体、バトルスタート。さあ足の上まで来て、今度はどうなるでしょうか。防御力の弱さが非常に欠点となっているクラバーですが、2対1ならいけるのではないかと思います。なかなか棍棒が当たりませんね。なぜなんでしょうか。当たりました、やっと当たりました。クラバー、右側のクラバーはもう手がおかしな方向に行ってしまって、よくあるんですよね、このゲームでは。トータリーアキュレートバトルシミュレーター名物、腕が変な方向に行ってしまう現象ですね。この向かって左側のクラバーの腕が背中側で棍棒を持っている形、よくこうなります。トータリーアキュレートバトルシミュレーターではよくこのような状態に陥ります。あまり今回はドヤ顔をしてませんね。やはり1対1で負けたというところが心残りなのでしょうか。あまりドヤ顔になっていません。
かなかベストショットが難しいですが、ベストショットというかベストアングルといいますか、こんな感じですかね。あんまり上げるとよろしくない感じが。あ、いいですね。カメラを下げるとクラバーの表情がよくわかります。カメラが下がりません。手前の端の部分に邪魔をされてカメラが下がりません。この辺ですかね。これをベストアングルとしましょうか。結論としましては、ハーフリングとクラバーの戦闘力の違いは1対1から2対1の間ぐらいであるということですね。クラバーはなかなかハーフリングに対してちょっと不利な感じがあるみたいですね。というところで今回の動画は終わりにしたいと思います。続きはまた次回の動画でプレイしたいと思います。それではお疲れ様です。